皆さんこんにちは、高橋優子です。現在コロナウイルスの影響によりさまざまな大会の中止や延期の発表がされています。国際大会も6月末まで休止となりました。大会を楽しみにしていた方々もたくさんいらっしゃると思います。私は現在収束後のレースに向けて今できることを工夫しながらトレーニングを継続しています。一日も早く収束し、また皆さんとトライアスロンを一緒に楽しめる日が来ることを祈っています。僕たち選手は今勇気と知恵でこの難局を乗り越えようとしています。このような状況だからこそ笑顔で皆さんとまたブルーカーペットで会える日を楽しみにしています。トライアスロン、パラトライアスロン、We believe in the future.